ネリマン・ゲンシュレック、1988年7月13日隊は、ブルガリア・ラズグラト出身のトルコの女子バレーボール選手。ポジションはオポジット。10代で才能を認められ、2006年にトルコ代表に初招集された。欧州チャンピオンズリーグ2007、2008では、チームのポイントゲッターとして活躍した。2008年ワールドグランプリに出場した。 2010年よりレギュラーとして活躍する。同年10から11月開催の世界選手権に出場した。2012年のワールドグランプリでは、銅メダル獲得に大きく貢献した。同年のロンドンオリンピックに出場した。2012から2013シーズンより、トルコリーグの強豪ガラタサライのエースとして活躍。木村沙織とチームメイトであった。2017年7月。 バスケットボール選手のデニズ・ジンシー・ユリックと結婚。同月、日本の V プレミアリーグトヨタ社体クインシーズンは、ネリマンの入団を発表した。2017、18シーズンの V プレミアリーグにおいては3位へ、導き、得点王とベスト6を受賞した。2019から20ボルトリーグディビジョン1では再び、得点王となった。2020年9月、 V リーグディビジョン1の NEC レッドロケッツに入団し1シーズンプレーした。ありがとうございます。